クラシミ・イルバラコフは、ブルガリア出身の元サッカー選手、サッカー指導者。地元の FK タルベリコタルノボを経て、1990年にポルトガルのスポルティング CP に移籍。スポルティングでは1994から95シーズンにポルトガルカップで優勝した。1995から96シーズンにドイツの VFB シュトゥットガルトへ移籍。 1996から97シーズンにはドイツカップで優勝し、リーグ戦も4位という成績で終えた。この時の2トップのエベル、フレディ・ボビッチ、トップ下のバラコフからなる攻撃陣はマジックトライアングルと呼ばれた。1997から98シーズンに UEFA カップ・ビィーナーズカップで準優勝、2002から03シーズンのリーグ戦では、 UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内の2位へと導き同シーズンで現役を引退した。ブルガリア代表としては1988年11月2日に行われた 1990FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のデンマーク代表戦でデビュー。FIFA ワールドカップに2度 UEFA 欧州選手権に一度出場。中でも1994年。 ワールドカップアメリカ大会では、フリストストイチコフやエミル・コスタディノフといった前線の攻撃陣を巧みに操るとともに、マラソンマンと呼ばれた同じ MF のヨルダンレチコフとともに、豊富な運動量で守備でも活躍を見せ、チームの準決勝進出に貢献した。その後、2003年4月30日に行われた国際親善試合のアルバニア代表戦までプレーし、 通算92試合に出場して15得点を挙げた。引退後は、シュトゥットガルトのアシスタントコーチ、オーバーリーガの VFC プラウエンの選手権監督を経て、2006年1月から、スイスのグラスホッパーズで、監督としてのキャリアをスタートさせた。クロアチアのハイドゥクスプリトの監督を経て、2012年3月、1、FC カイザースラウテルンの監督に就任した。 当時のカイザー・スラウテルンは、広角争いの過中にあり、ブンデスリーが2部への広角が決まると、同年5月に解任された。2018年1月、エタルベリコ・タルノボの監督に就任した。ありがとうございます。